それではウルフルズの皆さんに大阪文化芸術フェスへの意気込みなど一言ずつ頂戴したいと思います。はい、それではまずは三本ジュニアさんからお願いいたします。はい、どうぞ。はい、たくさんの、人に集まっていただいてありがとうございます。僕は大阪出身で、大阪で30年前に結成しまして、はい、でそんな大阪に何かね恩返しができたらいいなと常々思ってたんで、今回本当に呼んでいただいてありがとうございます。嬉しく思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ではジョン B さんお願いします。はい、大阪はですねやっぱり生まれ育ったところなんで、年を重ねるごとにどんどん好きになっていきますね。日本はもう大好きです。こういうフェスに参加できてすごい嬉しく思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではトータス松本さんよろしくお願いします。はい、トータス松本です。よろしくお願いします。3本は、茨城で、ジョン B は吹田出身で、僕は兵庫県出身で大阪人じゃないんですけど、18歳で専門学校で大阪に出てきて、それでなんかやっぱ音楽やりたいなと思っていろいろこう試行錯誤して、でやがてこうメンバーに21人の頃に出会って、もうそこからもう30年経ちましたけど、本当大阪に来てなかったら、もし僕が専門学校でも何でもいいから、いきなり兵庫県の田舎から東京へ上京してしまってたらウルフズはもう誕生しなかったわけで、もう大阪には本当に育てられて、もう恩返しがこのタイミングでなんかできたらなって去年ぐらいからずっと思ってて、ちょうどこういう話があったんで本当にありがたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。松井知事、はい、ウルフルズの皆さんから恩返しができるというようなお話も出ましたけれども、いやもう本当にね、はい、ね我々大したご支援もしてませんのにね、こうやってこうやっていや本当もうありがたい限りで、まあ、ウルフルズって言われてご存知なかったって。いやもう知ってますよ、そらもいやいやいや僕聞きましたご存知なくて、で知事の奥さんが、あんた何言ってんのなんて、ウルフルズってガッツだけの人やんってなって、わーってなったっていや最近ね、よう忘れますねでも年なんですいろいろね、やっぱこう年齢とともにねいろいろ忘れることも多くなってでもそんな変わりませんよ僕52ですけど、54です。あ、じゃあ2個しか違う。2個しか、だいたい、まあみんな足したらもう200歳ぐらいになる足す必要はないです。足す必要はないけど足す必要ですね。だからまあとにかくね、大阪ね、このもう中年のおっさんも元気やと、ね、いう感じでね、まあ、50歳ってもう中年って言わないですよね。そうそう、最初違って。そうなんです、はい、今人生100までということになってますから、はいはい、でまあそういうことも含めて万博でね、うん、命輝く未来社会のデザインということで、すごい、とにかくもう元気で最後まで人生ね、はい、ガッツだぜで、はい、死んでいただこうと死んでいただこうと、ピンピンコロリというで死んでいただこうピンピンコロリということで、そういう寝込まない、はい、寝込まないように、はい、健康になる大阪を作っていこうと。で健康になるためにはやっぱりね、文化大事です。そうです、そうです。そのままもうロックですよ、音楽も、ウルフルズさんのロックがもうこちらで、もう人生に欠かせない、はい、もんだと思ってます。その通りです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、すごいジャケットがもうまた派手ですよねこれいいでしょ、これイギリス人のデザイナーらしいです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。これ昔の唐津さん模様のなんか要は漫才サーブとか着てるやつとは違うんです。違います違います。漫才の衣装って言ってたかもしれない。芸人さんじゃないですか、ね、はい、ありがとうございます。知事は歌えないらしいですからね。あ、そうなんですね。知事は歌ってくれるから僕ら演奏しますから。あら、はい、じゃあそんなコラボがもしかしたらそんなこともあったりするかもしれません。僕はそれは本当ね、歌だけはねやめとけっていうね、まあ死んだおじいさんにね、こう遺言でね、まあ、まあでも、まあとにかくまあ大阪盛り上げるためだったら何でもね、やっていきますけど、もしそういう挑戦をするんならね、まあやっぱお墓参り行ってね、おじいさんおばあさんの許しを
ボルテボルテコナーいかんなと思ってます。はい、ピンピンコロリと聞きましたから、はい、じゃあぜひお墓参りを行っていただきたいと思います。さあまずはウルフルズの皆さんにはキックオフコンサートで盛り上げていただくんですけれども、期間中まあ1ヶ月以上ありますので、知事せっかくですので、まあ今お話ね、はい、あのお歌のお話もコラボのお話も出ましたけれども、他にもどんなことをウルフルズの皆さんにねしていただけるか何かありますかね。いやもうこれでね、あのウルフルズの皆さんがこの大阪文化フェスね協力してやろうよ、もう全国に世界中に発信されますから、はい、そのそれまでのね、こうオープニングのその日までを、ぜひ全国でもまたあの宣伝していただけたらいいなと思います。期間中にもなんかこう絡めたらいいなと思いますね。そうですよね、なんか実際飲んでもいいし大きい飲んでもいいし、なんかその安さって一本だけやるんじゃなくて、安さ全国全野菜小野菜みたいなのもあってもいいし、なんかそういうふうに膨らませていけたら僕らがこう先導切ってやれたらいいなと思いますけど、なんか実現するようにうまくいかないですかね。なんかいいですね、思ってはいるんですけどね。じゃあよろしくお願いします、はい、もうそう言っていただいたら、まあ、うちのね、担当部局っていうかね、はい、大阪府っていう役所はね、もう本当にそういうこう、お愛想で言ったことにね、もう本当に甘える体質がいや社交辞令やんかいうのにね、もういやもうすぐ甘えてね、言うたやん言うたやん、本当にもういっぱいこう入ってもらうとこ作っていきますよよろしくお願いします。それ人間もだから何も言ってしまいましたね、もうすぐ甘える体質持ってるんです。さあそして大阪府は、まあ、何と言いましても外国人観光客が1100万人を超える年でありますから、す、まあ、世界にも発信したいところではありますよね知事。はい、もう今この周りもね、あの大阪城周辺も、はい、もう今あの役所からここへ歩いてくるだけでも、うん、本当に、250万人ぐらいの外国人とすれ違いましたからね真面目に話聞いてたいというわけで、やっぱりこの2020年1300万人を目標にしてますから、このこう今アジアの人が多いんですけどね、やっぱりこう、これからは欧米からももっと増やしていくというところにとっていうことを実現するにはやっぱり文化ですから、これぜひ皆さんの協力でね、さらに、多くの人を来ていただけるようにね、していきたいと、こう思ってます、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、それでは最後にウルフルズの3名を代表していただいて、トータス松本さんから一言もう一度意気込みを簡単にお願いいたします。はい、僕らがやってる音楽は、まあ、そのアメリカの音楽に憧れたもんですけど、やっぱこう大阪弁っていう言葉を 僕らは割と歌詞にね積極的に取り入れてやってきたんですけど、やっぱりその大阪弁って言葉とあの要するにその欧米の音楽っていうのは相性がすごくいいんですね。だから僕なんかきっとその今知事おっしゃったように、アジアだけじゃなくてもうほんま欧米からもどん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 お客さん来て、なんかこう親しみが持てる環境やと僕思います、歌にもそれが反映できるぐらいですから、だからもうどん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 僕らも頑張って、このあれを盛り上げていきたいと、思っております、はい、改めてよろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。ぜひ皆様もこのフェスが成長して、大阪が世界に誇れる文化芸術フェスになりますよう応援のほどよろしくお願いしたいと思います。それでは知事が、例えば漫才だとか、あ、僕らが、ね、僕らがコラボしてみたいカルチャー、いや、もう知事でしょ知事というカルチャーはここにレッドツリー、いや、ありがとうございます、漫才、もうなんか光栄です。そう、お声がいいので、歌歌われたらどうですかってさっき言った、言ったって控え室で僕ら演奏しますよって、さあ、漫才だとまたそうですいや、それは
あの先祖と家族の、ね、了解もらわないと。そんな別にお墓参りしてもええよって言わないじゃないですか。いやいや、あのたまに出てきますね。ややこしいじゃないですか。たまに出てきます。やっぱこのように見れやったんです。たまたまご出身どこですかって聞いたんですよ。で、八百屋っておっしゃって、それで、八百屋歌だなみたいな話をバーッとしてる中で、河内のおっさんの歌があったって話があって、その河内のおっさんの歌が出た時に、周りのおっちゃんが文句言って、あんな歌、どないしせなあかんのあれ、とか言って言ってたって言うんですよ。あんなことで喋ってようがしないわね、言うて、言ってたって言って、そのおかしい話されたんで、その歌歌いはったらいいんじゃないですか、僕ら演奏するんで。ほんまですかってなったんですよ。いやいや、ほんまですかとはなってない。ほんまですかとはなってないんです。ほんまですかって、そういうこう、まあどこの生まれ育った場所がね、そういうところで、まあ河内でね、まあすごい上品なええとこやけどね、そういう、まあ昔そういう歌が流行ったと。で、師匠が、上品でええとこやで、そういう話が流行ったということで、まあ さっき言うか、もうね、亡くなったおじさん、おばさんが、ちょっと気悪しとったよいうね、そういう話をしてた。近所のおっちゃんらもみんなね、うん、あんな喋り方しとるかい悪いってみんな言うてたよ。そういう楽しく話してたんで、まあ、俺たまたまその歌を、ね、僕が昔カバーしとったなって、そうそう、それでちょっと盛り上がりますよみたいな話にちょっとなったりしたんですよ。で、僕らお互い、まあ、一時僕2個上やから、ちょうどだから小学校の高学年とかの頃にあの歌が流行ってるんですね、40年近く前とかね。だから大阪の歌っていろいろあるけど、ちょっとあれカウンター的な曲っていうかね、でもなんかやっぱりインパクトがすごいから割と覚えてるんですよ、みんな。だからなんかこういう機会に大阪って感じであれすっごい出るから、大阪の人が面白いかもなってちょっと今改めて噛み締めてますけどね。いや、でも大阪でもね、すごい一部のエリアがコアなの出てしまいすぎるんで。でもやっぱりピンポイントって結構大事だと思うんですよね。なんか広く見てるとぼやけるけど、ピンとこう一箇所にこうガッとあれするとやっぱり立つじゃないですか、その分。だからいいと思いますけどね。ぜひと、ぜひ、ね。もうあの死んだおじさんおばさんが了解です。他に質問ございますか。喋りすぎて質問が全然ないですね。はい、大阪スポーツです。お世話になっております。知事、あの先ほど話の中で出てたグルフルズさん、本当に知らなかったんですか。知ってるわ。ネタよ。マコさんもネタよ。じゃあぜひ、あの河内のさんの歌をあれにしても、あのガッツだぜ歌っていただくとか。覚えていただき、ね、覚えてらっしゃいますよね。ガッツだぜはもう、うん、歌えますよ、うん、あのこう歌詞出てきたら、うん、どうですか、またもガッツだぜちょっと違う。もうそれはね、ウルフルさんを知らん人はいません、うん、日本に、うん、大体もうアフリカぐらいまでみんな知ってるじゃないですか。知らんかった世界でね。一緒に歌ってもらったりとかいかがですか、東田さん。いや、いいですね。なんかやっぱりこう、まあ一応その安さで、まあ、ウルフルズがメインでやる程度でも、ゲストが例えば来るとして、知事が来たりしたらもう意外の範疇を超えますみたいな。だからやっぱりそういうのもおもろいと思いますね。なんかフェスならではっていうか、うん、大阪ならではっていうか、うん、はい、なんかいいなと思いますけど、うん、僕は、はい、まあね、大阪を盛り上げるためにはね、まあ何でもやりますけど、何でもやるけどね。いや、なんかその池ちゃんが、うん、歴史の池ちゃんが古墳エコーの曲の歌う前に知事に古墳の着ぐるみかぶせたっていう話があって、そうです、去年ね。それ池ちゃんもそれやってんやったら、僕らもね、なんかやってもらいたいなと思って、もうあの盛り上げていただけるんですから。僕がやっぱりね、そんなあのこれ嫌あれ嫌ってわがまま言っちゃいけないということは、もうすごく僕もね、こう思ってるんですよ。で、思ってるけども、これは僕だけの意思ではね、どうしようもならんとこもあるのよ。うん、さっきから何回も言ってるけどね、まあ先祖代々家族、うん、
だからまあそこはね、やっぱりちょっとあの相談してきますわ。代わりにあの僕やる気あるんですよ、何でもやろうと思ってる、うん、代わりにあの吉村市長とか橋本さんとか借り出すっていうようなアイデアとかは。いや、あの橋本さんはね高い。そうか。ありがとうございます。他に質問ございますか。今回その知事とのコラボも楽しみではありますけど、ウルフルズとしては昨年アルバムをリリースして約1年経ちますけど、はいはい、ヤスさんに向けて何か新曲、もしくはこう知事とのフューチャリングとかの、うん、何か曲、新曲の期待はしてもよろしいでしょうか。はい、ヤスさんで言うと新曲は1ないし2曲は披露しようと思ってます。それで、まあ4人でやってたんですけど、今年から3人にこうご覧の通りになったんですね。だから3人でできるウルフルズを、だからこうなんか3人になってしまったじゃなくて、3人やからできるウルフルズがあると思う。いろんなこうサポートメンバーとかこう音楽の幅も広げていけると思うので、そういうことがラッとできるヤスさんにしようっていう、今はもうなんかスタッフと話し合いして誰に期待弾いてもらうとか、こうコンセプション読んでどうしようか、あしょうかな、なんかそういうこと、例えば3人だけでこじんまりやる場面とかね、あってもいいし、なんか相当今までのヤスと違ったまたいいヤスさんになりそうです今年は。でまたこの大阪芸術文化フェスのこのタイミングでそういうことができるっていうのもすごいなんかいい巡り合わせっていうか、いいタイミングなんですよね。はい、だから楽しみにしてほしいです、はい、他に質問ございますか。はい、NHK の三谷です。あの知事、あのこれ今年2回目ということで、うん、去年踏まえて特に今年力を入れたい点ですとか変わったところってあれば教えてください。いや、力を入れたいというか、やっぱりもう冒頭のもうご挨拶の中でも言ったけど、やっぱりね、文化芸術性っていうのがね、まあ、大阪がちょっとこうそこの部分についてなかなかこう造形が引くんじゃないのとか言われる、時があるんでね、ことがあるんで、いやもう全くそうじゃなくてね、だからこう大阪の芸術文化っていうのは、もう日本の中でもねトップだよということをしっかり理解してもらえるように、伝えていきたいとこう思ってます。他に質問ございますか。はい、あ、ザッページと言います。このオープニングイベントとかではウルフさん、あの大阪の曲なんかは結構登場することは可能性は高いでしょうか。大阪ストラット曲、はい、大阪ストラットとかいろいろ。あ、もちろんそれはもうあの安田ではもう定番曲になっているし、うん、まあ、大阪弁をあのたくさん歌詞に盛り込んだ曲とかはもう率先してもうやっていこうと思ってます。あとその新曲なんですけど、新曲ね、なんかあの大阪絡みの可能性もありますか。あります、あります。だから、ね、大阪発信の新曲っていうのもあるし、大阪発信って言うと何て言うか、まあ、なぜそういうあの大阪から発信してるっていう曲ですね、新しい曲は。はい、はい、あの僕らウルフルズさんのイメージしたミュージックビデオを本当楽しみに見てたんですけど、 ああいうので例えば知事が登場する可能性とか、ああ知事高いじゃないですか。本当にいつもねタダで使われてませんけどね、高いの橋本さん出たら相当な、出ていただいたらえらい話題になると思います。いや、もうそのいいですね。だから何やってでもいいから、なんせもう大阪がこう盛り上がればこう、この大阪の持ってる独自の文化がバッとこう全国に発信できれば、全世界に、はい、もうそれでいいと思うんですね。あ、そうですね。なんか独自のやっぱり文化圏だと思うんですよね、うん、まあね、はい、もう本当に、特色が、圧倒的特色を持ってるというかね。ですよね、うん、まあ、世間の人は異質やという人もいてますけど、まあ圧倒的特色ですよこれは。そう思いますか。わかりました。他に質問ございますか。大丈夫ですかね。はい、では以上で囲み会見終了させていただきます。